ネットフリックスで大人気の大相撲を題材としたドラマ、サンクチュアリ聖域。流行りに乗っかったゼロイチ TV は、ゼロイチ相撲女王を決めるトーナメントを開催。我こそはと集まったのはこちらの8名。直径わずか4メートル55センチの中で全ては決まる。1回戦第1試合から波乱が起こる。荒谷姫香が相撲経験者月を吹き飛ばす豪快な上手投げを決め、準決勝へ駒を進める。普段は見せない真剣な表情で白熱した試合を繰り広げるメンバーたち。熱も高まった1回戦第3試合、優勝候補アンジェラ・メイに対するは林夢。下馬評通り華麗な寄り切りを見せ、見事準決勝進出。ここにベスト4が揃った。今夜初代相撲女王が決まる。みやちゃん未知だな。いや、みやちゃん未知です。でもさっきの矢部さんの見てたら強そうに見えたんで、どういこう、まあ、押します。体感はあると思うんで、やっぱ剣道とバレーボールやってたんで、こうしゃがむあれはあるんで頑張ります。ひたすら耐える、耐える、耐える、出す。怖い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 。下からかな、意外と力あるんかな、うん、下で行って耐えつつちょっとずつかな、頑張ります。ここに勝つと決勝に勝ち上がります。東発狂残った、はい、うわー、いいよ、残った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 、いいよ、いいよ、いいよ、残った残った、決めすごい、え、だってもう一番最初バーン来て、カチンカチンって気持ち打ってきて、打ってなって勝因は体幹の強さだと思います。強すぎ強すぎ、強すぎ今日初めてちゃんとした相撲みたい。いや、アンジュさんが一番強そうだと思ってて、ちょっと怖いですね。ついに負けるかもしれない。でもまあ勝ちたい気持ちは人一倍なので、ちょっと気持ちで勝てたらいいなと思ってます。いや、あの女はね、小賢しいんでね、ちょっとなんかめんどくさい手を使ってきそうだなってイメージありますが、まあパワーで押し切りたいと思います。もし小賢しい手を使ってきたとしても力で押し負けていきます。押し負ける。では第6試合目、こちらに勝てば荒谷と決勝が戦います。東川瀬萌え、西アンジェラメイ。私も怖い。やってやって。私も怖い。怖い。心臓痛い。マジ二重人格なのよ。一旦止まる、終わるか、早く行く、そう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 、
たれないんです。体幹勝負でいきたい。でもたれたら暴れる。暴れて、そう着地。暴れて着地。パワーで今まではいけてたんですけど、今回はちょっといけないと思うので、なるべく早く速度でいこうかなと思います。持たれないようにしてくると思うんですよ。で、多分なんか足もかけようとしてくるから、重力をうまく使えたら勝手に自爆してくれるかな。では、最終試合。これで優勝者が決まります。第7試合目。東アンジェラメイ、西アラヤ姫香。さっきなんかうるせえ怪獣とか言ってきたんでガツガツ行こうかなと舐めやがってなってここでアンちゃんが勝っても面白くないと思うんで、そうだね、バラエティ的に私が勝ちたいと思います。はい、似合って似合って。Go ahead!